デスオケがこんな活動してるなんて知らなかった。シュトレーゼマンも俺もいないデスオケ、あいつら一体何をやるつもりなんだ。なんで舞台の照明が。あ、オケが出てきた。もしかして暗い舞台でやるの。まさか。ピアニカがいる。ピアニカ。でもなんでピアニカがチューニング。のだめ。のだめだ。いいじゃねえか。曲のアレンジがいい。ピアニカなんかもちゃんとパート分けしたりして芸が細かい。Rhapsody in Blue。 和製ビッグバンドか。かっこいいじゃねえか。曲のアレンジがいい。ピアニカなんかもちゃんとパート分けしたりして芸が細かい。なるほどな、ミネ。ちょっとバカみたいだけど、お前らの本領発揮だ。
S.O.K. なかなかいいものを見せてくれたな。